吉野家の圭君にしましょうか。吉野家の圭君。これ、悪くないと思いますよ。いいと思います。うん。なかなか、いいんじゃないですか。なかなか当てはめたなっていう。うん。僕だったら、僕だったら、あの、こういう書き方をしますね。僕だったらね。 僕だったら、その、あ、えー、僕だったらじゃなくて、実際にね、あのー、お客さんの心に突き刺さって、何度も読まれたメルマガの原稿を、披露しましょう。<laughs> 過去ね、僕、ゴーストライターでね、まあ、メルマガ書いてたわけなんですけど、吉野家で働く、おじいちゃんっていうね、あのー、なんだ、 メルマガを作って、で、そのメルマガが読者にすげえ刺さったらしくて、もう何度も読みました、みたいなね。だ、だけどゴーストライターなんで、後から聞いたんですけどね。あ、それ俺書いてたよ、みたいな。そう。でそれは何かっていうと、あの、実際僕が体験して、吉野家の深夜のね、深夜の吉野屋に行ったわけですよ。そしたらそこで、あの、おじいちゃんがね、もう腰を折れてるおじいちゃんが深夜働いてたわけですよ。 あの、寂しそうな感じで。で、若い子にこきつかれてたわけですよ。で、それを、まあ、ちょっと文章にして、まあ、バーって言葉で言ってるのあれですけど、それを文章にして、で、あのー、なんだ、あの、そのおじいちゃんの後ろ姿がめちゃめちゃね、めちゃめちゃ寂しかったみたいな。で、そっからスイッチングしてネットビジネスの話,話ですよね。 だから、ネットで稼ぐスキルがないっていうのは、もうほんと致命的で、あーなんだ、将来、もしこのスキルがなかったら、そのね、えー、もしリストラになった時とかね、リストラになった時とか、まあその、なんか、まあそういう時になった時に、あのー、この道しかないよと。年取って、どうすんのみたいな。あの <laughs> 若い子にこきつかれて死に働くみたいな。 でもそこしか場所ないよっていう。うん。だって正社員で難しくないですか ?60 過ぎてから正社員って結構難しいですよね。うん。だから働きた、みんなが働きたくない深夜とかね。まあそういうところだ。でも今外国人労働も入ってるんで、難しいですけど、うん。まあそれでスイッチングしてネットビジネスやるべきだよねっていう。で、そこでアドセンスだったら、アドセンスだったら初心者でも、なんや。 すぐ始められる、すぐ始められるよというか、仕切りが低いよっていう。で、だからそこのストーリー性と、ストーリー性と、なんだ、ネットビジネスをやるべきだと。じゃあネットビジネス、じゃあ何をやったらいいのとストーリー、ストーリーからのスイッチングして、ネットビジネスやった方がいいよね。ストーリーで、このストーリーの中からの危険性というかね。まあ事実、事実に基づいた、 あの危機,感危機感を募らせるからのネットビジネスやった方がいいよねじゃあネットビジネスやった方がいいよねからの何やったらいいのアドセンスみたいな感じですね構成としてはうんまあ実際僕それ書いてお客さんの心をわしづかみにしたというねメルマガの原稿ですよ、まあ、今の言葉今の話だとつかめないかもしれないですけどまあそういう構成ですうん だからまあ、うん、足りてないところがあるとするならば、やっぱまあ、ストーリーじゃないですか。うーん。ストーリーですね。ストーリー。ストーリーがない。<laughs> だってストーリー、これなんか、なんかあれじゃ、ストーリーというか、なんか、あれじゃないですか。一行ですよね、この、らしさ。ケイんらしさ。 吉牛って美味しいですよね定期的。定期的に食べたくなるんで僕は結構好きです。終了 <laughs> 終了自分らしさ、この一行で終了じゃないですか。吉野家の牛丼で美味しいですよね。定期的に食べたくなるので結構僕は結構好きです。一行で自分らしさが終わってますね。ねそう。これだとね、ファンがつきづらいですね。 ファンをそのファンの心というか読者の心をがって掴むのは難しいかなっていう。例えばここも表現方法としては例えばねあの牛丼屋って吉野家と吉野家と松屋とすき家この3つありますけどどこどこ選びますいや僕はもう完全にもう吉野家以外食べないって決めてるんですよなぜならば あの、吉野家の秘伝のワインと、ワインとこの、あの、調合したこの、秘伝の、この味。これは、好き屋にも、松屋にもない。多分、この味の、この調合がわかる人は、2ですね、みたいな。<laughs> さて、行きましょう、とか。まあ、そう、そういうね、何が好きやねんと。俺はここが好きやねんっていう、わかるそこ、みたいな。わかります好き屋も松屋もあって、なんで吉野家が好きやねんと。それは、 その味やねんとその味はどっから出てんのかあの、まあ、僕は吉野家のね一回ドキュメンタリーというかなんかニュースで見てまあその企業秘密でその調合を知ってるのがそのワインとかも入ったらしいんですけどその調合を知ってるのは本当に23人しかいないらしいんですよ。門外不出の <laughs> 吉野家の秘伝のタレみたいなあるんですよ。そうだまあそういうのを入れるだけでもちょっとねキャラクター性っていうのは出ますよね。 まあストーリーがないんだったら、うん、はいまあでもまあいいんじゃないですか、はい、これから頑張っていきましょうまたお待ちしております